皆さんこんばんは。今週も始まります新春スポーツ伊藤亮太ナビゲーターの土橋です。よろしくお願いします。お願いします。え、ここで合ってます？僕見てるの合ってますよ。大丈夫ですか？出てますよ。合ってますね、はい、なんかいやもうね99回目ですよ今日は。99、はい、来ましたね。来ました ね、 なんだかんだでね99回来ましたけど、はい、まあ今日はですね、はい、夜の放送となりますけども、こんばんはですからね。いつも皆さんこんにちはで入りますけど、はい、今日皆さんこんばんはで入りましたですね、はいはい、ということでね、いよいよねフットサル F1 リーグも、そうなんです、9月5日ですか、開幕が、開幕が、はい、やっとこうスケジュールが発表になってね。そうですね、9月開幕、ただ9月がリモートマッチになるので。そうですね、そうなんですよ、はい、ちょっとねあれですけど、また今のところ10月に入れば、はい、おそらくお客さんを入れてできるんじゃないかって言われていますけど、はい、うん、まあ、その辺はあの後々またリーグから発表があると思うん で、 そうです、ね、はい、今年はあれでしょ、全部見れそうな感じですよね。そうです、アベマ TV で、ね、はい、放送があるので。いや楽しみですね、今年ぜひ全試合見てもらいたいというところで、はい、なかなかやっぱりね今サポーターの皆さんも見に来れる状況ないじゃないですか、うん、そうですね、ということでね、もうね今日ね一刀両断に頼んでですね。そうですね、もうそうなんです、はい、新しい選手含めて覚えてもらいたいなということで。本当ですね、紅白戦をね、はい、なかなか紅白戦を見せるクラブってないんじゃないありますかね。ないじゃないですかね。なんだったら今日監督に戦術どうしますみたいな話になった時に、はい、もう全部出すって言ってましたからね。マジですか。もうもう包み隠さず全部出すよと。マジですか。出します、ね、挑戦者ですからね。そうですね、ただまあちょっとねあの怪我人とかも何人かいて、うん、その辺とかはねちょっとコンディション調整ということで別メニューになってますけど、はい、今できるベストの選手たちはあのトップチーム全員出て、はい、あとセカンドチームもね今日あの3チームで6分のランニングということで回していこうかなと思っているんで、まあトップチームを2チームに分けて、赤チームそして水色チームに分けて、でセカンドチームがまあ黒のウェアでセカンドでチームを1チーム作って、この3チームで6分のランニングで回していきます。はい、今日はね、今日はあれですか、2回ずつですか。そうですね、総当たりでね、はい、総当たりでやっていきます。いやいやいや、まあ、ちょっとまた紅白戦なんでね、怪我人とかの様子 で、まあそうですね、はい、ちょっとメンバーが入れ替わる可能性もありますけど、はい、でも基本的には同じメンバーということでね、あらば、はい、3チーム作ってやっていきますけど ね、 いやいや楽しみですね。そうですね、もう戦術も包み隠さず出していくって言ってましたからねリーグ開幕前に大丈夫かみたいな ね、 本当ですね、ちょっとそんな心配ありますけど、はい、ただやっぱりフットサルはやっぱこう相手がどういう戦術で来るかの裏の取り合いなんで、うん、まあ、戦術をここで見せたからといって、はい、まあ、相手がそれに対応してきたらその逆をまた行くと、そうですね、そういう考えは基本、うん、あの横田監督が持っているんでね、はい、そういう意味ではあの新しい選手を覚えてもらって、そして新しい、ね、戦術戦い方みたいなものも、ね、ちょっとこう見てもらって開幕前にワクワクしてもらいたいなと思いますけどね。今日は、ね、この間ゲストにも来ていただきましたけどもね、丹羽、うん、選手、いやもうさっきもねシュートと話しましたけど、はい、怪我もなくコンディションバッチリですと言ってましたからね、はい、もうね顔がまだね分からないですよ、ね、ですよ ね、 ね、そう多分ね、あの見てる方もそうだと思うんですよね、うんうんうん、でね今日ねちょっとまあ見ていただいてね、丹羽選手は赤ですね、赤チームですね、はい、はい、いやもう本当に新しい選手がね多いんで、うん、ぜひちょっと見てもらってね、でボアルースインスタライブとか結構選手同士そうやってるんで、そういうのをまた見てもらって、うん、選手のこうねちょっと普段の様子とか分かるじゃないですか、喋、うんね、ってる雰囲気とか、はい、なかなかプレーとはね、はいはい、プレーではちょっとなんかガツガツしてるけど、うん、ああいうプライベートで話してるとおっとりしてる選手とかね、確かにね、いたりするんで、はい、そんなところもぜひ選手をまず知ってもらいたいなと思うんでね、はい、今日はですね、はい、赤チームがフィールドプレイヤーが西牧、高橋、ね、はいはい、田村、丹羽、荒牧で、ゴールキーパー、内堀、はい、内堀選手はセカンドですね、はい、登録はセカンドなんですけど、うん、やっぱり、本当にポテンシャルも高いんで、はい、結構トップの練習に入れながら育てていきたいなと考えてます ね、はいはいはい、で水色チーム、はい、青山、酒井、小林、宮川、高橋圭、はい、柳井、はい、ですね、でセカンドが中村、橋本、うん、塩浜、松原、玉井、はい、ゴールキーパーが池田と。そうです、
います。いやどうですか、どの選手に今日ちょっとこう注目注目ですか、うん、やっぱり注目は唐沢武史ですかね。唐沢武史ですか。一番の注目。あれ今日は唐沢さんは今日何やるんですか。いやコーチでいますからね。ほらほら背中もう哀愁漂うこの背中姿がね。これ振り返ってペでないですか。からのからの、いやないですないですないですね。そんなオーダーかけてないですから。そうですね。見てくださいこの監督とコーチのこの ねもうこれじゃないですか。どうですかこの2人の関係。いやもう相性いいですよ。あ本当ですか。まあ、昔からやっぱり仲いいですからね。あでそう言ってましたね。まあ、フットサルを学びにお互いブラジルに別々で行ってて、はい、ブラジルで一緒になってとか ね、 そ う言ってましたね。そういう関係性もあって、はい、だから本当にいろんな縁ですよね、はい、あの横田監督とは僕は高校の時のね、はい、僕の一つ上のサッカー部に ね、 そうですね、横澤直樹がいたんで ね、 ね、はい、そういうつながりから。いやまずはねついに選手が出てきましたね。まず水色チームですね。そうですね、今日はあれですよ、ヴァルス長野、紅白戦ということで、はい、そうですね、背番号いった方がいいですね。ユニフォーム5番ね、はい、青山選手、はい、ちょっと見えないですけどね。7番が酒井選手、はい、で10番が小林選手、はい、で15番宮川選手、はい、20番高橋圭選手、はい、で、19の柳井選手ですね、はい。この中でちょっと注目はどうですか、ちょっと新しい選手も含めてですけど。宮川もそうですけど、まあ、もう基本的に青山もそうですし、ちょっと面白い選手多いんですよ、うん、ほらでやっぱり今年新しく入ってきた選手たちは、うん、あの経験積んでる選手が多いので、はい、そういう意味では新しい風を吹かしてくれているなと思って、うん、で、まあ、小林はね、もともと既存の選手として、はいはいはい、ベテランとして、はい、本当にチームの雰囲気も作ってくれているので、はい、そして若手にね、高橋圭とかが伸び伸び育ってきているのでね、うん、そういう意味ではちょっとこ の、 あのメンバー構成も非常に面白いなと思って、はい、見てますね。で、逆に青チームはですね、あ、ごめんなさい、赤ですね、ごめんなさい、はい、6番ですね、西巻選手、今年もキャプテンですかね。そうですね、はい、はい、真ん中ありますね。で、8番が高橋誠也選手、これは長野県出身ですかね、はい、高橋選手はね。で、9番の田村選手、23番、丹羽選手ですね、丹羽シュート、ね、いますね、丹羽、はい、選手ね、はい、いや、今日はね、ちょっと決めてねって言っといたので、決めてくれるんじゃないですかね。メラメラしてますよ、で、66番ですね、荒牧選手、で、キーパーがセカンドの内堀選手ですかね、うん、こっちの赤チームも経験豊富な選手が多いんでね、はい、66番荒牧なんてもう、はい、チーム1のベテランですけど、うん、やっぱ非常に周りが見えてて、もう中にそのプレーをしていると、うん、なんだろう、安定感があるんですよね。その辺が非常にこうチームを落ち着かせる存在でもあるのでね、はいはいはい、今日ちょっと楽しみですね、そこもね。そうですね、あとやっぱりね、長野県出身の高橋もそうですけど、はい、長野にゆかりのある丹羽シュートですよね。ね、帰ってきましたね、丹羽シュートが。で、今ね、こう画面に映ってますけど、うん、9番田村歌唱、日の丸を過去にね、はい、あ、ね、そうなんですよ、しょったことのある人間なんで。いいですね、なんか本当にもう一度ね、田村とかが日の丸をボアルースから初の代表とかに入ってくれたらね、はい、非常にまたこの地域が盛り上がるかななんて思ってるんでね、その辺はね、本人にもまあ話はしてますけどね。ですよね、うん、ちょっとどんな試合になるんですかね、本当ね。いや、どうですかね、はい、ちょっとメンバー構成含めてもちょっと面白い、まあ、6分ですからね。そうですね、まあ、普段よりちょっと短い感じで、うん、まずはベンチは赤は高橋選手ですか、8番ですかね。そうです ね、 ね、西巻、田村、荒牧、庭ですね、はい、スタートの4枚が、内堀がゴールキーパーと、ゴレ色で、水色が10番の小林選手ですかね、ベンチスタート。そうですね、ですね、さあさあさあ、うん、まずは何から来ますかね。5番の青山選手ですね。やりました。うまい。
今ね宮川のドリブルがありましたけど、うん、彼本当足元のテクニック持ってるんですよ。うん、5番の青山選手ですね。ドリブルの仕掛けとか非常に面白いですよね、はいはいはい、ね宮川の。今年はね、あの人に強い選手が多いんで、うん、ここで剥がせるんですよ。そこがちょっと強みかなと。ちょっと甘かったですね。わあ、ナイスゴール。いきなり来ましたね。強いです ね、まあそこはもうね、あの西巻の強さだと思うんですよね、うん、こう相手を背負ってでもプレーができるっていうところが強みなので、うん、確かにやっぱり、まあ、去年はね、シーズン最初の時に、うん、あのフィクスコットとかをずっとやってたんですけど、うん、ピボンになってからやっぱ体の強さがよりこう際立ってね、良、うん、くなって成長してきてる部分でもあるので、確かに今シーズンもピボとしてね、うん、点を取ってくれたら面白いなと思いますよね。去年もね、だいぶ後半の方にね、そうなんですよ、点数をね、重ねてきましたね。やっぱ本当に一番のストロングポイントは体の強さだと思う。うまい、うまい、あ、岩選手から田村選手ですね。まあ言ってもまだ両方ちょっと様子見ですよね、うん、この辺はね。あ、ナイスカット、宮川ですね。この後さあ、これチャンスかな。うまい、おい、まあそこですよね、うん、本当にこう庭の一番の見せ所ですよ ね、 そうですね、1対1の駆け引き、1対1の強さ。今ねドリブルでシザー使いましたけど、うん、あの辺のテクニック非常に見ものですからね、うん、さあ、うん、いい仕掛けですね小林ね、うん、まあでもさっきも言いましたけど、なかなかフットサルを、うん、開幕前に見せるって本当ですよね。あれとかな、どうなんですかね。ほとんどのところが戦術とかそういうのがバレるから嫌だとかっていうね、確かにね、ところが多いかと思うんですけど、もううちは基本的にはね、もう見ました、うちの選手紹介の V とかも。後で見ましょう、それ。あ、選手紹介見ましたね。選手紹介のやつ見ました、見ました、はい、基本ふざけてるんです、ね、ね、ふざけてるわけじゃないですよ、あれも真面目にふざけてるんです。はい、はい、やっぱ親しみやすさとかね、うん、そういうのを求めてやっていこうということでね。お、背負って、うん、あ、ナイスディフェンス。今交代している高橋誠也ですね、うん、高橋誠也もね、あのハクさんからうちに今シーズン新加入で入ってきたんですけど、はいはい、非常にドリブルのスピードとテクニックがあるんですよ。いいんですね、これね、ちょっと注目して見てもらいたいですよね、うん、また8番ですね、うん、はい、誠也選手、いや、うまい、あ、いいとこですね、あ、うまい、いや、いや、田村落ち着いてる、うん、今田村落ち着いてました ね、 ね、今ね、あの足の裏で流しましたけど、見えてますよね、あの辺もね、うん、残りね、2分を切りましたけども。まあ普段だったらね、20分とかっていうね、うん、そうですよね、時間があるんで、ね、今回はまあ6分のランニングっていうところでね、はい、またその戦い方が違うんですよね。そういう意味では、まあベンチに控えてる選手も1人っていうところもあるんで、うん、その辺はちょっと計算しながらね、選手たちもプレーしてるとは思うんですけど。うまい。あの辺がね、荒牧がやらしいんですよ。効くんですよ、あれが。バランスを非常に取ってくれるのでね。あ、うん、さあ、1分切りましたね。
どんな攻撃で来ますか。高橋圭選手ですね。最後は5番の青山選手シュート。ちょっとやっぱりミスはねいけないですね。キーパーからのね。最後小林でしたかね。早いですね6分は。いや早いんですよ、ね、本当だったらねもう少しちょっと長めに取りながら、ただちょっとねあのチーム事情的に怪我人もいたりとかで、そうなんですよ、控えの選手が少ないっていうのもあるので、まあちょっとね6分でランニングで回していくという。じゃあスポンサーの VTR 見ますかね。ぜひ。結構かっこいいと思うんですよ。決まったということでね見さしましょう。スポンサーということで、はい、で今日選手たちが着ているのも実際の公式戦で使うユニフォームも、もう今年のやつですか、初お披露目ということで今日着てます。そうなんですね、はい、今シーズンのユニフォームを着用してやっていますんでね。今年はじゃあこの色でね。そうですね、基本的には赤、ホームの色は赤ということでかっこよさ、はい、そして水色は可愛さで、可愛さでね。そうなんです、はい、それはもう毎年の形で作ってますね。うん、さあ今度は左サイドがセカンドですね。そうですね、黒チーム、はい、セカンドチームになりますね。黒チームはこれはもうわからないですね、はい、選手は誰だか。この、まあ、昨シーズンまでトップチームにもね、いた橋本がいたりだとか、はいはいはい、で中村拓海もそうですね。ただ今シーズンセカンドも本当に選手個々の力がある選手が多いんで、はい、あの北信越2部リーグに昇格したのでね、そういう意味では結構面白い戦いになるんじゃないかなと思いますね。今中村からね、あのモレーロの池田に見渡して、池田も昨シーズントップチームの経験もありますからね、はい、そういう意味では本当にこう経験値の高い選手がセガンドチームにもいるので、彼らがこう引っ張っていきながら、でまた若い選手がね、入ってきているので、お待ちます。さっき松原ですね、左足、左足のテクニック非常に高いんで、そういう意味ではね、松原、そして松原あたりなんかは長野県出身ですね。そうです、今シーズンからの加入なんですけど、はいはい、非常にテクニック高い選手なんでね、ちょっとセカンドから育ってくるのも楽しみな。やっぱ強さはありますね、トップのがね。まあその辺はね、トップとセカンドのね、やっぱり大きな違いだと思うんですよね、スピード、そしてやっぱフィジカルの部分ですよね。フィジカルね、ただね、セカンドもちょっともう一緒にトレーニングしてる時間もあるんで、はいはい、ちょっと慣れては来ているんですよ。これで一緒にトレーニングしてなかったら
多分もうやっぱりこうシュートシーンとかねもっと多く作られていたかもしれないんですけど、やっぱ慣れている分まあまあ対等に戦えてますもんね。高橋圭選手仕掛ける高橋ですね、落としてあーナイス、あーいい形ですよね今ね、最後は坂井選手、青山もいい判断で ね今いいところ落としましたね、最後のやっぱ精度ですね、まあ、まだまだこれからの、まだあと1ヶ月ですか、そうですね、開幕まで、まあ、あの横澤監督とも話してますけど、はい、やろうとしていることの、まあまあ、あの6割ぐらいまでみんなちょっとこう理解をしてきてくれている、あとはもうこの1ヶ月ですよね、徹底的に追い込んでやることとフィジカルを作っていきながら、あーナイス、ナイスです、いい守備ですね今ね、うまかったですね今守備は松原かな、体預けて、うまく入りましたね今ね、まあ、セカンドチームはね本当にこう今ボール持ってる中村ですよね、あそこが中心になってるんで、まあ、これはでもやっぱりトップチームの意地を見せないといけないですよね、そうなんですね、それはね彼らにもあると思うんだよね、なかなか攻めあぐねてますね、ちょっとねやっぱりパスの出しどころがね隠れてしまっているんで、ボールの状況に応じてもう少し早い判断、この辺も詰まってますよね、ちょっと惜しいですね、今中村の守備のところがもう少しいければちょっとねボール奪いそうだったんですけどね、青山がボールの出しどころ困っていましたからね、そうですよね、はい、青山選手ですか、まあ、青山はあの辺のね、あのターンからのシュート非常に、はい、うまいですね、得意なんですよ、そして本人もそこをちょっと自信持ってますからね、ストロングポイントはねゴールへの意欲、両足での強いシュートってありますからね、いやもう今シーズン点取ってもらいたいですよ ね、あーうまい、塩はますね、あーうまい、セカンドもいいですね、非常にセカンドチームはねテクニックある選手多いんですよ、だそういう意味ではね足元でボールを自由に持たせるとちょっとトップチームもね簡単じゃないなっていう、橋本ですね、レフティーで非常にテクニックがあるんで、で塩浜がね昨シーズントップチームにもいましたけど、残り20秒6分あってますねこれね、本当ですね、中村、おいナイスキーパー大輔、いい反応ね今、素晴らしい、おあいいですね、今ねコーナーのとこクイックに始めましたけど、塩浜がもう状況を見てね時計を見ながらプレーできてるっていうところはいい判断ですよね、ランニングなんてどんどん進んでっちゃうんですよ、そうですよね、そうなんですよ、回りませんからね、普段の公式戦はねプレーニングって止まるから、そうなんですよ、はい、キックインとかも多少ちょっとこうゆっくり、はいはいはい、戦術を整えながらっていうのができるんですけど、ランニングだと進んでいってしまうんでね、それもやっぱり戦い方の違いが出ます、いや覚えました選手、いやまだですねまだですか、大体覚えてきましたけど、だんだん覚えてきましたけど、まあ、言ったらもういやこれで覚えるかな、そろそろね、次は赤チームとセカンドですかね、赤とセカンドですね、ね、もうね今日本当に残念なのが、
もう有江哲平というね、本当に男がね、はいはいはい、ちょっとこうね、ちょっと足首の調子が悪くて出れないのがね、ちょっともう本当に残念。そこにいますけどね、目の前にね。秘密兵器だと思ってるんですけどね、僕はもう。ね、この間僕、田口選手に会ってたまたま。ああ、テクニック。うちの僕、娘の保育園迎え行った時にちょうど会って、どうすんの出たの出るの、いや、今日出ないですよ。出ないのかよ。そうなんです。テクニもちょっと怪我気味で ね、まだちょっと調整中っていうところで ね。まあ、大事な時期ですからね。そうなんです。無理して、まあ、まだあと1ヶ月あるんでね、うん、ここでちょっと無理して長引かせるよりここでしっかり直して、はい、最後にコンディション整えてくれればね。ですね。さあ赤のセットは庭、西巻、高橋、田村ですね。田村ですね、うん、で内堀ですね、これ色がで荒巻がベンチスタートと、うん、はい。さあ、ちょっと丹羽選手に期待しましょう。ちょっとね、ゴール見たいですね、シュートのね、セカンドの方は中村、松原、塩浜、橋本ですね。で、ゴレイロに池田と。ああ、強いね、やっぱあの辺は強いですね。まあ、塩浜はね、去年トップの経験があって体の強さが売りなんでね、あの辺は多分もうプライドもあるけど負けたくないと思ってると思うんですよね。ああ、勝負かな。ああ、シュート。おお、あの辺のこうゴール前のこう小じぎっていうんですか、いいですね、やっぱそこはね、持ち味の。いやー、ビキチャス。ああ、うまい。ああ、狙えた。うわー、ナイスゴール。いやー、ナイスゴール。ナイスゴール。今非常に良かったですね、うん、塩浜の仕掛けも良かったし、その前が良かったですね、うん、塩浜選手のね。最後やっぱりあそこに中村がいるってことですよね。え、これでちょっとトップチーム火がつくんじゃないの、これだ、まずいですね。火つかなかったらちょっとやばいよ。横澤監督の頭から湯気出ちゃうよ。本当ですか。大丈夫か。強いね、たまたま、うん、今日ね、もう一人秘密兵器いるんですよ、はい、ジョーノっていうね。ジョーノっていうね、はいはい、まあ、去年1シーズン秘密兵器で隠しましたけど今シーズンはそろそろ出そうかなと思ってるんですよね去年1年間温存したんでね、今シーズンはちょっとね秘密兵器ちょっとなんか攻めあぐねてますね。ね、お互いね、うん、実はね、やりづらさはあるんですよ。同じ戦術をみんなやってるんですよ。ね、まあ、これ今シーズンからボアルース長野はアンダー18を設立したんですよ。はいはいはい、新設させてアンダー18もあの園原というスタッフを一人、はい、スタッフとして受け入れて、やってるんですけど、うん、アンダー18も同じ戦術を取り入れてやってるんですよ。じゃあもう本当下から同じこうね。軸があるってことですね、柱がね。その戦い方っていうのはみんな一緒でベースを作っているので、うん、そういう意味ではお互い手の内を知れている中で戦っているというね。ちょっと攻めあぐんでますね、この辺ね。この辺のこう、いや、非常にね、セカンドの出来がいい。セカンドがいい、うん、うん。ただね、横澤監督のなんとなくの雰囲気、ここから見るとみたいなみたいな顔してないこれしてます、してますよみたいなね。今日はもう ね、ちょっと厳しい顔してませんけどね。まあ、基本いつも厳しい顔なんです。さあ、残り3分を切ってますね。荒巻が出てきました。ああ、誰もいないと。まだね、ちょっと高橋とかのドリブルとかが、うん、出てない場面がないかな。確かに。ちょっとその辺見たいんだけどな、うんうん、
荒牧選手ですね。ちょっと浮いちゃいましたけどもね。ベテランですね。最年長ね、荒牧。まあ本当に昨シーズンまで仙台にいましたけど、うん、クラブを良くするための活動、本当にこうコート外でも非常にやっていたので、ね、その辺とかは非常に僕らも力になる。あれ、山川の薄井と同期つってましたっけ、知り合いつってましたっけ。いや、大学が一緒。大学が一緒つましたっけ、うん、日大で ね, ねなんかね、荒牧は結構そういう、はい、長野に知り合いというか、うん、大学のところで松商のコーチやってる百瀬っていうのがいるんだけど、その百瀬も荒牧の、後輩に当たるのかな、荒牧の日大のかな、うん、そのやっぱあるよね、大学つながりが ね, ね、うん、そうですよね、そういう意味では。あうまい、あ助かりましたね今ね。もうちょっとこの赤チームも攻めあぐねのね、なんかちょっとこの時間帯がさあ残り50秒、ね、ここから見ててもなんとなくは感じるけど、本人たちがこう気持ちよくうまくいってるっていう雰囲気はないよね、うん、そうですね、うん、なんとなくうまくいかないなっていうような中でやってるような気がするな、これ。逆にセカンドの出来がいいね。あ、うん、まあトップを本当に自由にさせないっていう、うん、確かにね、チャンス、まあ、さあ3人どうする。あーパス、スピードが弱い、ちょっともったいないですね今のね、うん、1人ね余ってましたからね。これは監督厳しいこと言いますか、言わないですか、こういう時は。いやちゃったーみたいな、もう、あ、見てください、もう顔見たらもうすぐ僕分かりますよ。あ、もうこれはちょっとこれ納得いってないな、これ、ね、ちょっとこれは今日は雷ですね、終わった後は。この後どれぐらいね挽回できるかっていうね、はい、これで赤と水色ですかね、うん、トップ同士の、トップ同士。いやてっぺどう、出来は、トップチームの出来は今までどう、ここまで、ここまでこの紅白戦、てっぺが感じてるのはどう感じてる。難しいですね、急にいい感じ、それともちょっとうまくいってない感じ。うまくいってない感じ、いってない感じね、うん、俺がいればみたいな。俺がいればジョーノは大丈夫、ジョーノはいい、ジョーノは大丈夫、ありがとう、ジョーノは大丈夫、ありがとう。どう、ジョーノ的にはどう。ちょっと緊張してる感ある。本当そうなんだ。でもなんかちょっと普段と違うよね、うまく噛み合ってない感じしない。やっぱ鉄平がいないからか、そこは。そういうことだね。ジョーノはまだ温存だから、秘密兵器だから、フォアルースの、はい、まだ2020年はね、まだまだね、2021年ぐらいかな、出てくるの。いやでも、ね、期待の若手2人なんで ね, そ う, ですね、そうなんですよ、そういう意味では、はい、若い選手たちも非常に、うん、去年の選手たちで言ったらね、はい、F1 を経験したっていうのは、うん、高橋圭もそうですけど、そうですね、うん、非常にいい経験ができて、確かに。で、新しく来た選手たちはもうやっぱりボアルースが勝てなかったっていうのは逆にモチベーションなんですよ、うん、自分たちの力で、自分たちのゴールでこのクラブを勝たせると、うん、確かにね。いやでもね、今年はね、面白い選手、初勝利をね、そうですよ、取りに行かなきゃいけないのでね、F1 の初勝利を。で、昨シーズン仙台ではね、プレーした丸山がもともと長野日大高校出身で、うん、そうなんです、もう2年前ぐらいから実は追いかけていてですね。あ、そうなんですか。そうです。で、今シーズンももうすぐにオファーかけさせてもらって
帰ってこないかと。帰ってこいと。そしたらもうそれに答えてくれて帰ってきてくれる。まあ、今日ちょっと少し怪我気味があるんで、ちょっと今日は残念ですね。せっかくですけど、まあ温存しておきましょうね。このトップ同士もやりづらいでしょうね、普段戦術。あ、ちょっとメンバーが変わりましたか、ね、高橋圭選手は赤に。高橋が赤ですね。赤に変わったってことですかね。先ほどは水色でしたよね。そうです、高橋圭選手ね。で、西巻選手も水色に変わったところですか。変わりましたね。変わりましたよね。何人か変わって、そうですね、変わってるね。青山も赤に入ってるんで。青山、あ、そうか、逆ですね、うん。面白い。狙ってもよかったけどな今。投げて。どう、てっぺん今いけたんちゃうの今。どう。なあ。コーター。うまい。あー、ナイスゴール。青山か。いいゴールでしたね。うまいね。この前のパス良かったですね。そう、荒巻からね。ね。荒巻ね、やっぱ荒巻の良さなんだよね。うん、こう。欲しいタイミングでパスが出てくるとか、うん、その辺ボール数で言ったら一番こうなんだろうな、フィクソの部分でバランス取って、うん、効果的なパスを出せる選手がいなかったんで、うんうん、いや非常にこう優しいパスでしたね。そうですね、本当に打ちやすいところに太郎ちゃんがね、荒牧太郎ちゃん、太郎ちゃんがもう経験豊富なんですよ。もう隅田にもいたり仙台も浦安、うん、いろんなところにもいたんで、いろんなところにサポーターもいて、いいですね。この辺の間合いの取り方ね、うん、今日はカメラも入ってるし、まあね、また普段とは違う、ね、なんか雰囲気でね、ユニフォームも着て、本当ですよね、紅白戦って、はあね、これ後でまた選手ね、終わった後見てね、うん、俺のいいとこ見ようかなみたいな。ああ、いいですね。うまい、うまいですね。はい、素晴らしい、ナイスディフェンス。その前のね、西巻選手もうまかったですね、うん、足。モップ隊ちょっと攻めない。2-1、はい、いやクリアしましたね。打てないか。庭が水色の方にね、入ってるんで。あ、入りましたね、うん、あの辺もね、この辺だ。あの辺もね、お互い分かってるから。あー、うまい、うまい。うわー、ナイスゴール。いいよ、さすがですね。いいカウンターからのね、うん、テクニック見して2回切り返し入れて、最後はあのね、
神様コースが、ね、神様コースでしたね、本当ね。もう庭のいい部分出ましたね。いやー、またですね、その最後の切り返しのね、うん、まあそこを逆サイドに出ると、ね、体のキレがあるっていうのはね、うん、調子良さを物語ってる、ね、ナイスプレー、ね、期待できるな今年はね。まあちょっと開幕チーム初ゴールは誰に行きますか、誰を期待します。いや誰かね、ねえ、うん、ちょっとまあ今シーズンの初ゴールもそうだけど、うん、初勝利がね、まあ、どこで初勝利が、そうですね、初勝利記念すべき、はい、開幕はオーシャンですよね、うん、でその後は大分か、そうなんです、ですね、ちょっとね厳しい昨シーズン上位陣との対戦がちょっと続くけど、ね、はい、おお、うん、ナイス。いやね、残り名古屋オーシャンズのサテライトからね、今シーズンされていて、非常にキャラがもう濃くていいんですよ、チームのムードメーカー、うん、やっぱゴレーロってこう感情を表に出す方が相手にこう、なんだろう、存在感とかね、うん、そういう意味で非常に 大切なキャラなんで。さあ、残り10秒、いや、見応えのある1本目より ね、2本目の方が良かったですね。それでやっぱりだんだんやっぱりね、こう、なんだろうな、負けたくないって気持ちが、まあ、それもありますよね、やればやる出てくるの、確かにね、うん、いやまあ両方とも素晴らしいシュートでしたね、三輪選手といい、いいゴールだね、ね、うん、それぞれの特徴の出た、うん、まあそういう意味ではシュートなんかね、あのシーンをもう一度ね、ええ、F1 の確か公式戦で、うん、見たいですね、うん、見たいし、かなり期待しますけどね、うん、プレッシャーかけるようですけどまあね、まあさっきもスケジュールの話出ましたけど、うん、9月5日が名古屋オーシャンズと、はい、そうですよね、これ三重県営サンアリーナというところで、ね、はい、アウェーの開幕になるんですけど、ただ9月が今のところ無観客試合になっているんで、うん、はいはいはい、なかなかこうお客さんたちに、ね、見に来てもらってということができないんですけど、うん、その代わりアベマ TV で全試合放送はあるんで、あ、スケジュールですね、来ましたね、そうです、でホームに帰ってくるのが9月26日がこうやっと戸倉なんですね、そうなんです、開幕戦が戸倉で、戸倉今シーズンはやるということで、はいはいはい、まあ、ただここまで無観客なん で、 そうです、ね、10月3日新宿スカイパーク、あ、パークで、珍しいところであるんですね、そうなんですよ、まあ、ちょっと会場の調整とかももろもろコロナの影響で、うん、やっぱり試合がずれ込んだっていうのがあって、はいはいはい、でまあ、ただ松本でやるということで、何かね、ヤマハさんとかとコラボさせながらとか、はいはいはい、そんなものも企画しているんで、10月3日ぐらいからちょっとお客さん入れてできるかなっていうようなね、いや、ここ3週連続なんですね、そうなんです、忙しいよ、忙しいですね、試合始まったら忙しいよ、で、後半が3、4でやって、10月11続いて後半が11月6日から、で、コトブキアリーダー2戦続いて、ホワイトニングが2戦続くと、結構今年はやっぱり会場がいろいろですね、うん、長野県内、ね、やっぱ僕ら長野県内唯一の F リーグクラブとして、うん、やっぱり県内にたくさんのスポンサーさんも、うん、はいはいはい、やっぱり集めていきたいし、うん、サポーターも増やしていきたいし、確かに、ただうちのボランティアさんも試合に見てきて来てくれるお客さんとかもそうなんだけど、はい、山鹿のボランティアに行ってる方がいたりとか、はいはいはい、ウォリアーズだとか、いろんなとこにこう行ってる人たちが来てくれるんで、そういう意味では非常にあの皆さんに支えられて、なんか松本とかいろんなとこでできるのは僕らにとってもすごいメリットがあって、はいはい、非常に楽しみな今シーズンですけどね、ね、これ今度また水色とね、セカンドチームが、ああそうですね、水色チームと、まあこのままセカンドチームがいい内容でずっと耐え続けてやっていくのか、それともさすがにプライドを見せて、ね、トップチームが違いを見せてくるのかっていうところで、うん、あー惜しい、惜しかったね、今シュートいいとこ見せたね、うんうん、キックモーションでね、小林選手ですね、目の前のディフェンスをシュートモーションと見せかけて、はい、やっぱりファーに出す、はい、いいですね、やっぱりあの前向こう
姿勢っていうんですかね。あ、大丈夫ですか。シュートブロックでシュートに行ったところのブロックがですかね。ちょっと膝が持っていかれたかな。当たり激しいですからね。まあどうしても ねやっぱりこう 100% のところでやっていると怪我はつきもんですからね。さあ西巻選手から宮川太陽、あー惜しい。西巻ね、ちょっと噛み合わなかったけどね、今ただ西巻もね、足元でって要求してましたからね。まあ、このアオールチームにね、酒井優秀入ってます。背番号7番がね、入ってるけど、彼本当に機動力あるんで、縦横無尽にもう本当疲れ知らずなんで、ね、その辺は本当彼がいろいろこうピッチ内をかき回してくれるって面白さがあるんでね。今シーズン今触ってますね、ボール。名古屋オーシャンとサテライトから加入してね、はい、若手なんで非常に楽しみです。あー、いいとこ。あー、ナイスパス。あー、惜しかった。いやー、今ね、ゴレロの抜けたいい判断だったけどね、最後ちょっとパスはずれましたけど。そうですね、まあ、その前のね、トラップですね、あそこの部分ね、惜しかったですね。去年トップチームに帯同して、はい、リーグ戦 F1 の舞台も経験してるんで、どうする。あ、落ち着いてるね、シュートね、この辺。あ、わお、すごい。うまい。おー、うん、ちょっとずれたか。さあ、もう一回セットし直しですね。強い。ああ、強いです ね。さあ、ニーチ。いセカンドもね、ちょっと今日前線しますね。6分っていうね、短いようなんですけど、はい、長いんです。そして交代が一人じゃないですか。まあ、確かにね。それを真似していくって。これね、僕らが思ってる以上にきついんですよ。中村。おい。まあ、非常にパンチ力からキック持ってるんだよね。結構こう、がっしりとした。去年もセカンドとトップ行ったり来たりしながら、そうですよね、両方、はい、本当結果残してくれた素晴らしい選手ですね。リーダーシップが取れるんで人間性が非常に素晴らしいんですよ。うーん、おー、ハンドですかね。いや、いいシュートでしたね、西巻選手のね、右足で。まあ、西巻はね、もともと右足も左足もパンチ力あるからね。まあ、ただね、欲を言ったらやっぱり決めきる力が欲しい。まあ、そうですね。そこはやっぱり昨シーズンの結果を踏まえて、うちはやっぱり課題として掲げていかなきゃいけない。三輪選手ですね。もうクラブとしてですけど、やっぱり惜しかったね。いいプレーだったよね。じゃダメなんですよ、もうね、今シーズンは。今シーズンはね。やっぱそれを結果につなげて、はい、やっぱり勝利っていうものを作っていかないと。確かに。さあ、残り50秒を切りました。宮川太陽ね、非常にいいポテンシャル持ってますからね、去年北九州でプレーしたんですよ。あ、北九州から今シーズンバウルースにセレクションを受けて入ってきた。
まあ、その熱い気持ちがね、非常にセレクションの時も感じたし、うまい、うまいね、うまい、独特のリズムですね、うん、なんかね、玉井はね、レフティーで非常にテクニックあるんですよ、セカンドチームね、うん、彼ですね、うまい、あ、惜しい、あの辺のこう、剥がし方とかも、うん、ちょっとテンポが独特な、そう、ちょっとね、本当にリズムがなんか独特ですね。そういう意味では本当にセカンドチームもまだ少数精鋭だけど、うん、非常に面白い選手が揃ってる、うんうん、若い松原含めてだ、はいはい、ですけど玉井もそうだし、うん、そういう選手たちがテクニックも非常にあるんで、はい、どうですかこれを見てるこう敵チーム多分いらっしゃると思うんですけど、います、いるんじゃないですかね、いるでしょう、見てますかね、見てんじゃないですか、見ててほしい、ね、逆にね、うん、ちょっと今年のな長野違うよ、勝てそうって逆に油断させるみたいなおいセカンドと同じじゃねえかみたいなまあでもね、今本当にこう本当に見たくてね、選手に会いたいファンもいっぱいいますけどね、そう本当にね、なかなかね、やっとサッカー界がね、うん、J リーグ、あのお客さん入れて、ね、うん、応援をされているけど、拍手の中でとかってね、やり始めたけど、フットサル界はまだ開幕もまだしてないんでね、うん、そういう意味では選手たちに会える機会、そして選手を知る機会がないんでね、だから本当ありがたい、もうクラブにとったら、うん、もう1分でも1秒でもやっぱり露出、うん、どうですね、そういったものをしていかないと、はい、もっとフットサルの世界って、うん、やっぱりまだまだ知れてると思うんですよ、うん、だってじゃあ駅前日本代表のフットサルの選手が歩いてて気づかれるかって言ったら正直気づかれないんです、うん、まあ、そうですね、でそういうものはやっぱりこの長野から変えていかなければいけないっていうところで考えたら、もう僕らはもう仕事なんか選んでらんないですよね、そうですね、いやいや、そりゃ僕もいろんなところでも一刀両断しますよ、あね、いやいや、もう露出がすごいですからね、土橋先生のもうどこ行っても土橋先生出てますから、もう本当にあんなも ABN でこう切ってくださいなんて言われて俺やりましたもう出てましたね、この間本当にもありがたいことに呼んでいただいたんでね、先月ね、7月でもそういう露出をね、やっぱり増やしていかなきゃいけないと、そうですよね、基本的には選手たちやっぱり仕事働いてるんで、うん、それこそ北斗さんにお世話になっていたりとか、ね、そうなんです、アジア印刷さんもそうだし、うん、日光ホールディングスさんとかね、そういうスポンサーさんとかにみんなフルタイムで働いて、ね、夜この時間帯に練習やってるんでね、うんうん、今は普段7時からやってるんですよね、練習は、ね、そうです、練習は ね、うん、今まではね9時からやってましたからね、そうなんです、今シーズンからやっぱり環境整備っていうところで、うん、正直選手たちに勝利球というものもクラブは発生させてやっていくし、はい、まあ、モチベーションにつながりますからね、そうですね、だから環境整備では選手たちに一人ずつに免許証、ボアルースの免許証を持たせていて、はいはい、その免許証で例えば、美容院に行ったら、うん、うちだったらオレンジペコさんがついてるんで、はいはいはい、半額になりますと、いいですね、でボアルースの高橋ですとかって言って免許証を見せると、はい、もう半額になるとか、あとは喜多方ラーメンさんがね、あ、ついてる、食事が何食べても 30% になる、その免許証を見せると、で、潤い館っていうね、温泉があって、お風呂は無料になります、はい、っていうので、選手たちが地域に出ていく環境づくりをやって、なかなか持っているものを提供はできるけど、お金が払えないっていうスポンサーもいると思うんですよ、うん、そうですよね、うん、でも持っているものをやっぱり提供してもらって、うん、選手が行くことによって選手の顔を覚えてくれるっていうところで、ちょっとそこ今、力を入れていて、それが本当にこう地域に選手を覚えてもらうきっかけだったりするんで、まあでも本当これね、見てる方でもね、うん、ちょっとうちもやるよっていう人がいればね、いやもうありがたいですね、本当にそれがパン屋でもいいし、そうですね、納豆屋さんでも選手たちは喜ぶし、いいですよね、ほとんどの選手がみんな自炊をしながら、うん、夜トレーニングして、うん、コンディション整えて日々頑張っているんでね、うん、あら PK ですか、 PK ですね、誰いきますかね、フリーキックだ、あ、フリーキックか、 PK じゃなかったですね、ジョーの今何だった、4秒、
まあこれセカンドも話してこれでいくって言ってるけど、うん、トップもあれで来るぞみたいな分かってたりしますからねどうせこれだろうみたいな、うん、うわー、ナイスボール。秀樹昨シーズンねトップで活躍しましたけど ね、うん、今シーズンはちょっとねセカンドからのスタートということで、うん、ただ本人もめちゃめちゃモチベーション高いんでね。ちょっとねトップうまくいってないかなこれ。いやセカンドがね今日はちょっと、うわー、うわー、ナイス。誰だ、松原かな、さっきのはいいインターセプトから。うーん、サイド割ってたのかな。意地を見せられるかね、赤チーム。どうだろうね、これね、うん、あ、高橋圭選手から、わあ、素晴らしい、ナイス先生。いい、今のも松原かな、セカンドチーム、うん、ああ、いいですね、素晴らしい。逆、ああ、ちょっと今ダイレクトかと思いましたけども、いや厳しいですね、セカンドの守備が。いや非常に本当セカンドチームが伸びてるんですよ、ね、うん、スパス、うん、まあ、なんとなくトップの、ね、選手たちのこのチーム今の、ね、うん、雰囲気を見てると、うん、うまくいってなさそうだなっていうのはなんとなく分かるよ ね、 顔のあの表情を見てもそうだけど、あ、うん、まあその辺をね誰がどう修正してくるのかっていうところもね、うん、リーグ戦でも同じような状況あったりするんでね。確かに。よー、いいシュート。うん、いいテンポ。青山選手ですね、うん、今はね、青山のところに入れたのも荒牧ですけど、うん、やっぱりテンポ上がりますよね、荒牧入るとね。さあ、どこに行くか。うわ、ナイスブロック。あー、ナイスシリー。おい、うん、激しいですね。まあ、言っても意地ありますから意地ありますからね。確かにね、そりゃそうですよね。簡単には負けたくないっていうね、うん、それがもうベテランとか関係ないですから ね、 もう ね、 ね、うん、レフリーなんかいいトラップしたなと思ったら田口ですね、 もうね残念ですね、田口選手もね見れない、ね、そう、ちょっとね怪我持ちなんで ね、 ね、ちょっと温存ということで、ね、そうですね。うわー、ナイスブロック。素晴らしい。あー、惜しい。今のは玉井か。そうですね、玉井もね、もうこのヘアスタイルがねちょっと皆さんなかなか忘れないんじゃないかってぐらいなキャラを持ってるんですけど、テクニック非常にあるんですよ。楽しみですね、長野県出身ですね、うん、あの辺とかが本当に、うん、フットサルの IQ みたいなのもう少し上がってきて、フィジカル的なものが追いついてくればもうトップも間違いなくあるんだ。いやセカンドやりますね、セカンド、あ、非常に出来のいいセカンド、そしてちょっとうまくいってないトップ、対照的な、それを見て苦笑いする横澤直樹って。いいですね。本当そういう意味でセカンドいい顔してるよね、みんなね、うん、そうですね、うん、笑顔も出てるし、ちょっといい感じでいけてるんでしょうね、うん、今ね、ね、若手の玉井もそうだけど、うん、松原含めていい表情しちゃってるね、セカンドチームは、唐沢さんがね、いますけどね、まあ、セカンドチームもね、唐沢が監督となって、うん、今シーズン作ってますけどね、
基本的にはでもベースはやっぱりトップチームの戦い方をそのままセカンド、うん、アンダー18も使っているので、うん、その辺は指導者の、ミーティングの中で戦術をトップから落とし込んでいって、うん、まあ、なんでそうしてるかって言ったらやっぱりアンダー18の子たちがチャンスがあればトップにも可能性あるよ、うん、あ、そうですね、トップに上がった時に戦術が全くわからない戦い方が、うんうん、どうしたらいいのかっていうところはやっぱり良くないので、うん、確かにね、アンダー18もセカンドの子たちも常にトップを見据えてプレーをしてほしいっていうところで、戦術はもう全部一貫して同じにしてます、うんうん、まあ、それがこう、なんていうんですか、チームのスタイルというかね、うん、柱となっていくと、そうなんですよ、いいですよね、やっぱりそれだけでモチベーション変わりますから ね、アンダー18もそうだけど、ワルスのね、戦術はこうだっていうね、うん、一つのこう柱が出てくると見てる方も分かりやすいですね。あ、これで終わりですか？これで二回り終わりですね。あ、終わりですね。あ、終わりましたね。いつの間にか。あれ？気づかないうちに二回り行きましたね。二回り行ったんですね。行きましたね、二回り。あらまあ、そういうことですね。いやでもセカンドのちょっと前線が非常に目立ちましたけどもね、うん、まあ、ただ庭のゴールとかね、はい、あの辺含めてですけど、はい、まあ、個々のちょっとポテンシャルを垣間見えるようなプレーも、はい、そうですね、ちょっとですけど、うん、ちょっとですけど、ちょっとですけど、はい、ね、まあ、ただ時期的には非常にフィジカル含めて追い込んでいる時期なんで、ちょっとやっぱ疲れもある出てるのかなと、あ、ね、うん、だからまあその、はい、疲れ含めてですけど怪我人もいたりとかで、うん、なんかちょっとこう、はい、今日はまあうまくいかない、ね、部分もあったのかなと。じゃあちょっとどうしましょう。まずはどうしますか、日程からいきますかね、もう一回ね、今シーズン日程、はい、9月5日、はい、まあ、リモートマッチですけども、はい、三重で名古屋オーシャンズと、まあ、この2戦5日19の2戦がね、ちょっと毎シーズン上位にいる名古屋オーシャンズ、はい、そしてバサジ大分なんで、確かに厳しい戦いになるかなと思いますけど、はい、でホーム開幕がペスカドーラ、はい、マッチだと9月26日、これもリモートですね。そうです、9月がリモートです。まあ、この辺からですかね、ちょっとなかなか 1,2 戦は厳しい戦いになると思いますけども、うん、まあ、今シーズンも厳しい戦いは変わらないと思うんですけど、はい、ただ、今もねミーティング選手同士でやってたりとか、うん、なんか雰囲気全体も変わって、戦う集団にチーム、うん、あのクラブとしては本当に6割7割今までだったら5割ぐらいだったのが6割7割ぐらいまで戦う集団に作れてきているので、はい、うん、去年とはまた違う雰囲気のチームができているので、そういう意味では去年よりもワクワクと可能性を感じていますね、うんうん、ですね、うん、いや今年はでもね本当に初勝利を逃さないようにね取材しに行かないといけないんですね。いいよ、本当ですよ、もういつ初勝利、なんだったら開幕戦でするかもしれない。いや開幕戦やめてください、ちょっと遠いんでそんなこと言ってられないですけどね。名古屋オーシャンズ相手にサクッと勝って、そうですね、帰ってくる可能性ありますから、ね、それは分かんないですからね、勝負ですから。まあ、ただ今シーズンはそうは言っても降格がね、昨シーズンはたまたま入れ替え戦がなくて僕ら一勝もできずに F1 残留は決まりましたけど、今シーズンは本当にこう降格含めてあるので危機感を持ってね、それはもう選手たちスタッフもそうですけど、クラブ全員で共有している事項なので、はいはい、うん、今もね、ベテランの荒牧が中心になってこうやって話してくれてますけど、はい、いいですね、こうやってね、選手同士でね、うん、これがね、やっぱすごい変わったところなんですよ。今までだったらこうなかなかこう要求がこう、はいはいはい、なんだろうな、選手個々でなかなかこうしなかったところが、うん、今日はあんまりこう紅白戦っていうのもあって、うん、試合っていう位置づけだったからなかったけど、練習の時には結構バチバチにこうやり合いながら、はい、うん、しかも要求して自分の思いを伝えてっていうのをやってくれているんで、うん、去年とか一昨年にはなかったまたこう戦う集団になってきているなという、うん、楽しみですね。そうですね、いよいよね、もう一月を切り、一月ですね、はい、ちょうどまたさっきもスポンサーの、ね、発表ありましたけど、はい、もうそうそうたるスポンサーさんたちが支えてくれているん で、うん、いや本当に、そして背中にはね、ワンナガのイーツというね、うん、まあ、ワンナガのでね、
台風があってそしてコロナのことがあってということで長野県はねいろんなこう状況があってなかなかこうそうですね、うん、まあ、いろんな日常がねそうなんですよなかなか戻らなかったんですけどね、うん、何か一つでもこう、うん、僕らはフットサル、うん、ワールド長野を通じて地域に貢献していけることは何だろうってみんなで常日頃考えて、ね、選手たちもそうですけど、はい、これからも行動しますかね、うん、はい、いろんなところで活動はしていきたいなと思います。します、ドアさんから告知が1個ありますかね。そうですね、はい、皆さん知ってるかな金田さん。いや知ってます。金田さんマリノスでしょ。そうなんですよね、元日本代表でね、はい、金田さんがこれ大人のサッカークリニックを塩尻でスタートさせて、はい、今日ですか。そう今日やってるんですけど、はい、ただ隔週なんで次が8月19日水曜日なんですよ、はい、で20時半から23時ということで大人のサッカークリニック、はい、金田さんが実際に来て大人の人たちにサッカーを指導する。でそれはレベル関係なく、うん、で個々のスキルを上げますよっていうのをやってて、まあ、金田さんが本当に面白いんですよ、まあ、トークさせたら抜群ですから。 そうなんだ。その金田さんが実際この長野に来て教えてくれるっていうことは非常にいい機会だと思うんでね、うん、でただこれ人数も限定なんですよ。30人限定かな、なんか定員数が30になってるんで。ああ本当ですね。そうなんです。だからもし興味のある方がいたらまず8月19日の水曜日、はい、ですね、はい、はい、お問い合わせいただいたら会場はワタハンフットボールパーク塩尻になります。はい、はい、ドバさんも行くんですか。僕行けるタイミングだったら行くんですけど。あ、そうなんですね、はい、今日も実際金田さんが来てやってるんですけど、僕今日この仕事があるんで、ね、はい、行けてないですけど行けるタイミングには行って、はい、一緒にボール蹴りたいなと思います。じゃあ、はい、今日せっかくなんでねプレゼントが あ、はい、ありますんで。いいですか、ちょっとこれもう開けましょうよ。いいっすか、プレゼントありますよ。いいですよ。どこに見せればいいですかね。これですね、そこですね、はい、ほらじゃん、はい、今年の選手のサイン入り、はい、全選手サイン入りと横澤監督、そして唐沢コーチのサインが入った、はいはい、このボアルースのシャツを1名の方にプレゼントしたいと思います、はい、あ、ごめんなさい、サイン色紙じゃなくてですね、今日はですねちょっとグレードアップしまして、色紙がシャツになりました、はい、ですね。ぜひこれを当たった方は、はい、来てね、来て、応援に来れる状況になったらぜひ、そうですね、応援に来てください、はい、じゃあ、応募方法はメールですね。いつも通り info@nagano.co.jp です、締め切りはちょっとね忙しいんですけど、忙しくないか、いつも通りですね、8月9日ですと、うん、ぜひ送ってください。ぜひぜひ、はい、お願いします。さて、次週はですね8月12日はちょっとですねまたスケジュールの関係でごめんなさい、12日はお休みいただいて、まあ、いよいよ100回ですよ。もう100回記念やりますか。100回ですよ。もういやもう疲れましたね。もうね、一刀両断してきますか。ザクザク一刀両断ね。いやいや、誰切りますか。誰切りますかね、はい、え、100回どうするんですか。本当になんか100回はちょっと豪華に行きますか。はい、8月19日ですね。おう、な、え、何やるんですか。第1回放送のね、カリーズアイスパークからやりますよ。やっぱり原点は原点はアイスパークでしたね、本当ね、はい、原点はそこですかね、やっぱりね、はい、ね、ちょっとね、今ね、内容はね、いろいろ考えてて、まだね、うん、確定してないんですけど。いや、でもですよ、ええ、でもですよ、僕も本当何も聞いてませんけど、はい、カリーズアイスパークといえば彼らですよね、はい、まあそうなんですよね、ええ、そうなんですよ、彼らですよね、ええ、間違いなく。そうなんですよ。まあちょっとね、まあ、いろいろコロナの関係もありますし、まあちょっとまだね本当にこう確定はしてないんですけども、2時間の生放送を僕とお兄ちゃんでスイーツの食べ放題ってことですね。じゃあいや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 2時間アイスパークじゃなくてもいいんじゃないかなっていう、それはねそこじゃない、ええですね、何かじゃあ、ええ、企んでるわけですね、ま、そうですね。いや、まだねちょっとね調整中なんですよ、ゲストが。12時から2時間いきますか。2時間いきましょう。分かりました。100回ですから100回記念というか。100回ですよ。これ100回見てる方はなんかプレゼントも豪華にしてくれよ的な、プレゼントはもうね今ね各スポーツチームに頼んでですねおもう各チームから出してくれっつって今。豪華になります。豪華になると思いますよ、各チームから。じゃあうちこれ次週に回す。次週に回す。いやいやこれ以上豪華なのがなかなかいやいや、じゃあ次週はボールあたりでもいただけますかねボールさんはね、はい、だんだんなんか貧乏クラブになってちゃう、なんか物がなくなっていっちゃって、ね、はい、ぜひぜひごめんなさいね、
100回記念はね、100回記念の8月19日をですね楽しみにしていただいて、100回記念も見てください皆さんね。はい、はい、じゃあ他のスポーツは今日は振り返んねん。今日はやんないですもん。ないですか。はい、やんないですもん。やる気ないんじゃない。いやそんなことないんですけど、ね、大丈夫ですか。もうね僕も明日また高校野球の仕事ですから。あるんです ね。そうなんですよ。大外試合、大外試合ですよね。そうですそうです。もうね、そうですよね、もうベスト8まで来てますから、うんうんうん、はい、またね、いやまあでも本当にあの今日こうやって放送してもらったことは新しい選手たち含めてですけど、はい、ボアルースの中でやっぱメディア露出が非常に多いって、うん、他の選手たちが言ってくれるんで、はい、こうやって一刀両断でもやっぱりねこうやって紅白戦放送するしてくれるって当たり前じゃないなってやっぱ改めてこう思いますね、はい、もうだから選手たちがなんかそれがやっぱりモチベーションにもつながったりとか、うん、長野なんかすごいメディアもついてて盛り上がってますねとかっていうふうにも見てもらえるんで、うん、そうですね、確かに非常に僕らもいい機会だと思います、はい、いやいや、ありがとうございます。これもね、でこの後また選手に見ていただいてね、そうですね、何がいけなかったのかとまた見ていただいて、ね、もうトップチームの選手は見ない方がいいのかな。いいのかな。いいですかね。じゃあまあ見てる方はね、また見ていただいてね、はい、アーカイブされますのでまた楽しみにしていただいて、ね、開幕までね、うん、これで動いてる姿がなかなかねまた見れないですからね。そうなんですよ。練習見学もなかなかできない、はい、環境で、ね、試合もないんで。はい、ぜひこれを見て選手の名前と、はい、うん、そしてあのボアルースの公式のインスタライブとかでね、うん、選手たちがプライベートの部分のことを出てたりとかするんで、はい、そういうので選手の名前と顔をキャラを覚えて、はい、また公式戦ね 見れるようになったら、ね、そうですね、ぜひ 足を運んでもらいたいなと思います、はい、じゃああと一月楽しみにしていただいて、はい、はい、今日はですね南長野運動公園の体育館ですね、はい、お伝えしましたけども、またやりますかね。本当ですか。またやりましょうよ。またやってくれます、うん、見たいですよ ね。 ね、楽しいですもん ね、 ね、はい、やりましょう、またやりましょう。今度なんか誰かもう一人呼びますか。あ、そうです ね、 ね、あの、はい、怖いおじさん呼びます。監督横澤サングラスかけて唐沢武志コーチとか ね、 あね、入れ替わりでね、うん、まあ、あの辺なんかまた座らせてなんかいろんな話とかね、まあ、あの本当プレーのね、うん、話も聞きたいですしね、うん、はい、本当に、まあ、でも監督出ちゃうと戦術のことをいろいろ喋っちゃいそうだから、あ、いいんじゃないですか。いいっすか、裏の裏を書いてまた裏を書くっていうね、はい、楽しみにして、はい、まあ、またぜひ、そうですね、またやりましょう、はい、ちょっと応援をよろしくお願いします、はい、皆さんも応援よろしくお願いします、まあ、また一刀両断もね、はい、追いかけますから、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今シーズンも頑張りたいと思います。はい、はい、じゃあ閉めますか、いつも通り。はい、1人ですけど寂しいじゃないですか。いいですか、はい、どうぞ。皆さん今週もありがとうございまし た。来週は100回記念スペシャルですか。そうです、再来週ですね。再来週ですね、再来週です。100回記念なんで皆さん、はい、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。新春スポーツ一刀両断ザク、さよなら。さよなら一人で寂しいけど、お腹すいた。さよなら。お腹すいた。